サクチャンネルの時間です、今日はですね、こちらちょっとすごいんですけど、今代官山におりまして、お友達の芦田大さんの次のシーズンの展示会に来ております。タエアシダ&純アシダの展示会に来ております。まあすごいんですよ、まあ、場所もね、代官山のすごいところで潜入してこようかなと思います。こっそり見てていいですか？マスクがある。外人足なのね。これ僕ね、ほら、お揃いで持ってますから。これでも実はね、僕のやつはね、ここにね、T って入ったんですよ。入ってるんですよ。タイさんも T で、僕もね T なんで、T 連合会っていうのは前もね、あのアザブテイラーさんの会で喋ったと思うんですけど。こちらがあのジョアシタの方からデビューしましたラグジュアリーのエコ、サステナブルだったりですとか、そのエコだったりっていう取り組みをきちんとしているメーカーさんだったりとか工場さんのものを使って、例えばこちらもあのストレッチカシミヤなんですけれども、その工場自体がその糸の仕入れから羊をちゃんと扱ってるかとか、そういったところまでそのやっぱりヨーロッパより厳しいので、きちんと認証を受けてやっている糸メーカーさん、水だったりとか排水だったりとか、そういうところまできちんとあの管理している工場で作っている、そういった商品ということで、これがイタリア製のカシミヤの上下のちょっと非常に贅沢な、でもおうち着としても、おうち着だからこそ、はい、そうなんです、なんかちょっと気持ちが、はい、気持ちがより豊かになるような、はい、本日お世話になります、芦田大さんです。よろしくお願いします。ですね、あのファンディマスクと言いまして、はい、あの会食をするときとか、はい、マスクをどうします外す場面で、はい、こういうスフィルターが入ってますので、はい、あのマスクを外したときに、はい、こうやって手で鼻と口を押さえていただくことで、うん、マスクの代わりになるっていうものなんですね。あのこうプラーンってなんないってことですか？もうあの片耳からマスクが下がるっていうこと自体がもうちょっと、はい、もう受け入れられない文化として、はい、そのちょっと無理、そういう商品が緊急発売いたしましたので、これをね、私が撮った写真を、はい、あ、そうなんです、プリントしてその上から刺繍してるんです。わ、本当だ、すごい、だから立体的ファッションに難しいこといらないかなっていう、本当になんか心地よさとか、はい、そういうものばっかりで、うん、ここもなんか海とか空とか、はい、雲とか、はい、これメンズのシャツを作るように買ったんですよ、はいはい、だけどあまりに可愛いんで、うん、ワンピース作っちゃう。いや、ほんとすごい可愛いすごい、これはもう本当に超クラシック。そうですね、このジャケットは前から見るとすごいシンプルなんですけど、はい、うん、白がこういうふうに透けてて、今回のコレクションみんなそんな感じなんです。なんかね、難しいものが何もなくてもただひたすらくるまれていたい、はい、こちらにメンズが、あ、とうとう、とうとう男子もお花可愛いからね、うん、可愛いと思う、ね、これもちょっと森の幼稚、森の王子さん生地がすごいな、ほんと生地がね、私メンズとレディースと全部同じ生地使うので、はいはい、だからレディースとしては当たり前でも、はい、メンズとしてはあんまり使われてない生地を使っているので、意外とこうメンズの方たちはフレッシュだったり、そうですね、はい、さっきのワンピースと同じリネンのシャツ、あ、素敵、このシャツ、これ元来これを作るために、うん、はい、でもう作られてるものなんで、はい、これ作ったらこれだけじゃもったいなくなっちゃって、うんうん、あれすごい素敵だったうん、あ、い
有名カメラマンが撮った有名カメラマン某某某神経の有名カメラマンが撮った大さん機材何使ってるんですかちょっとパット君が、ね、あそうだまあこれはマット君じゃないとちょっと着こなせないな。このパンツとかこのジャケットどうなんだろう。俺着れるの？さ。着れますよ。どうすか。これいいじゃないですか。すごい似合い。ね、サイズ僕のサイズで作ってますもしかして。ぴったり？サイズぴったりですけど。可愛い。夏だからね、パンツの軽さとかも重要っすよ。どうですか？どうですか？ね、また素敵。なんかあの方の方、何でしたっけ？やってました。あれを開脚をビシッと。あと T シャツのサイジングも本当にぴったり。本当ですね。モデルサイズは、ね、袖が細いのがすごい。ここだったら、うん、流流な感じ。そうなんか、値がよく見えちゃう。これすっごい着心地がいいです。本当。ありがとうございます。さすがです。ありがとうございます。かわいい。このシャツの生地が非常に良いです。これもいいじゃないですか。ちょっとディズニーっぽくないですか？ディズニーの王子様。違った。でも2年は素肌で着たいですよね。この感じをこう全身で。それじゃあちょっとウィンクしてみましょうか。そこだけ使われる可能性が出る。今結構山をちゃんと神回と言われるように。そうですね。ファンのためにですよね。毎回でどうですか。じゃあやってみましょうか。マジで恥ずかしい。マジで恥ずかしい。ね、本当は女性の、僕は女性だったらね、ドレス着るんですけど、さすがにちょっと男子。やってますか。いや入んないです。サイズがさすがにそれは入んないです。まあちょっと、はい、明日の世界を皆さんにお見せできたかなと思います。それだけ？女性の服もね。本当はね、お見せしたいんですけど、ちょっと僕が着るとパツンパツンなので、そちらの方、お店の方で、ぜひ、見に行ってみてください。